どうも、菅健太です。最近は、まあもうついにですね、ライブスペクタクルナルトがついにスタートします。いやー、ついにだ、本当に結構長いこと、まあ、長いことっていうの1ヶ月半ぐらいですけど、稽古していたので、やっとお客さんに見ていただける日が来たかという、ちょっと嬉しくもあり、ちょっと緊張してますね。そうですね、僕自身小学校の頃からずっと読んでいた漫画だったので、まずナルト舞台やるんだっていうのが一番にありました。でやっぱりそうやるって話を聞いたからには出たいなと思ったし、しかもそのガーラというキャラクターは、僕ナルトのゲームを小学校の頃ずっとやってて、ずっとガーラを使ってたんですけど、なのでなんかこうちょっとこう運命的なものを勝手に感じていて、ガーラをやれるということになって、まあ、ガーラ使いからガーラ本当のガーラになるみたいな、ちょっと運命的なものを感じましたね。やっぱりお話をいただいた時に一番楽しみだったのが、まあ、海外公演ということで、まあ、言葉が通じないというか、言葉の違う国で、こう原作がものすごく人気で、世界でもとても人気の漫画だったので、こう海外のお客さんは僕たち役者のことを、なんだろう、キャラクターとして見ると思うんですよ。その、まあ、日本でももちろんそういうお客さんもたくさんいらっしゃると思うんですけど、日本以上にこう、まあ、僕だったらガーラ役の菅健太ということで、僕に対するこう前知識みたいなのなく見てくださる方が多いと思うので、なんかこう体一つ役一つな感じで、なんかこう戦いじゃないですけど、ストレートに、それだけストレートに伝わるものがあると思うので、そこは海外の方の反応はすごく楽しみな部分ではありますね。やっぱこう認めていただけるのが一番だと思うので、海外の方にも喜んでもらえたらいいなと思ってます。はい、舞台ライブスペクタクルナルトはですね、原作のいいところをたくさん、まあ、名場面がたっぷり詰まってるので、本当に濃い2時間半の作品になってると思います。漫画のあの世界観をどう表現するのか、生身の役者がどう表現するのか、舞台ならではの方法で結構再現している部分が多かったりするので、そこは、まあ、今回じゃないときっと楽しめない部分なので、そこをぜひ楽しんでいただきたいのと、あとはまあ個人的にはガーラというキャラクターの過去だったり抱えているものみたいな闇の部分を濃く表現していきたいなと思うので、ぜひそこも注目してもらえたらなと思います。ぜひお越しください。お待ちしております。そして最後に、ガーラ役菅健太さんです。ちょっと周りの役者うるさいよ。まあこのように非常に仲のいいカンパニーでやっております。まずオフィシャルご覧ください。大丈夫ですか？ OK ですか？わかりました。そして、ガーラ役の菅健太さんです。はい、ガーラ役の菅健太です。本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。僕は、この漫画が本当に小学生の頃から大好きだったので、この作品に携わらせていただけることを誇りに思って63回挑みたいなと思います。あとは個人的にはこの氷炭を壊すことなく選手が生き返られるように頑張りたいと思います。ぜひお越しください。お待ちしております。はい、もうほとんど、はい、お三人に言われちゃったんですけど、まあ、身体的な面でもすごく
初めて挑戦することがそれぞれ個々に課題がスタートしたときたくさんある状況から始まったので、まあ、きっと初日が明けても緊張した状態で、まあ、舞台は進んでいくんじゃないかなと、ある意味こう気の休まらない舞台ではあるんですけど、その分のこう熱量がお客さんに伝わるんじゃないかなというのは今感じています。以上です。ありがとうございました。